ダンバートン・ウォークス会議が開催された建物ダンバートン・ウォークス会議は1944年8月から10月にかけてワシントンで開催された国際会議。この会議で採択された提案はダンバートン・ウォークス提案と言われ、これはサンフランシスコ会議で採択された国連憲章のもととなった。ワシントン DC 郊外にあるダンバートン・ウォークステで2回に分けて行われ、 一度目は、アメリカ合衆国、ソビエト連邦、イギリスの三カ国間で、二度目は、アメリカ、イギリス、中華民国の三カ国間で行われた。合衆国国務次官のエドワード・ステティニアスが議長を務めた。英国の代表団を率いたのは、外務次官のアレクサンダー・ガドガンであり、ソビエト代表団は、中米大使、アンドレー・グロムイコが率いていた。この会議で採択された。 通称、ダンバートン・ウォークス提案は、正式名を一般的国際機構の設立に関する提案と言い,い、この提案は1944年10月9日に公表された。その後、1945年のサンフランシスコ会議で採択された国連憲章は、このダンバートン・ウォークス提案をもとにして修正等を行ったものであるが、後に国連憲章に規定された。 安保理決議の評決手続き、ソビエト連邦公正共和国の国連加盟に関する規定、自治地域に関する規定、信託統治に関する規定、自衛権に関する規定に関しては、ダンバートンウォークス会議では合意を得られなかった。ありがとうございます。